こんにちは。九州旅行での資料捏造疑惑など新たな問題が発覚し、多くの国民から批判を浴びている秋篠宮家の長男悠仁さまですが、どうやら親子間でもうまくいっていないようです。今月末に鹿児島県で開催される全国高校総合文化祭に悠仁さまも出席される予定ですが、秋篠宮さまと紀子さまとは絶対に行きたくないと出席拒否をしていると言われているのです。 今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので、紹介と詳しい解説をしていきますきて秋篠宮ご夫妻久人さまは、今月末に鹿児島県で行われる行事に出席されることになりました。内情に詳しい皇室ジャーナリストは、次のように述べています。久人さまの地方公務への同行は今回が初めてです。ご夫妻と共に7月29日から一泊二日で鹿児島を訪れ、 文化部のインターハイと呼ばれる全国高校総合文化祭に出席される予定となっています。去年は東京都で開催され、同世代の高校生の行事であることから悠仁さまは夏休みを利用し、ご夫妻と共に都内の会場に足を運ばれました。悠仁さまといえば、作文コンクールでの盗作問題や地区府への不正入学疑惑、さらに現在では九州旅行での資料捏造疑惑など、 様々な問題や疑惑が取り沙汰されています。その一方で、宮内庁からの誠実な説明は一切なされていないのが現実。そうした状況で、どのような意味があるのかもわからない地方公務への動向。このような行動に関して、ニュースサイトのコメント欄では批判意見が数多く書き込まれています。様々な批判意見が書き込まれる中、特に多かったのが、 東大を目指しているのに勉強に集中せず、わざわざ九州まで出かけたりしていて大丈夫なのかといった内容のコメント。現在東大合格を目指す多くの一般国民の同級生は、脇目も振らず心不乱に努力していることでしょうから、このような批判意見が出てくるのも、ある意味当然と言えるでしょう。また、一般国民だけでなく今回の地方公務の動向に関しては、悠仁さまご自身も、 行きたくないと考えておられるようです公務には開会式への出席や展示会場の視察高校生との交流などが予定されていますが久人様自身がこうした公務に参加することを拒否されているのですパパとママと一緒に公務へは行きたくないと紀子様に涙ながらに訴えられた久人様同行を拒否する理由の一つは公の場で帰れコールがなされることへの恐怖心であるようです これまでにも久人様は地区府の入学式や伊勢神宮への参拝時に、一部の人々から帰れコールを浴びせられており、そのことに強い心の傷を負われていますさらに5月の放映時には、秋篠宮ご夫妻が現地での王室反対デモで帰れコールを受けており、久人様はこれが地方公務に臨む際にも起こりうると考えておられる様子。こうした事態を受け、皇室の内部からも問題視する声が上がっています。 一部の職員からは、悠仁さまが感じている恐怖を無視して無理に公務に同行させるのは、一種の虐待ではないか、という懸念の声が寄せられているのです。果たしてこれほどの恐怖を感じ、全力で拒否されている悠仁さまを秋篠宮ご夫妻は無理やりにでも同行させるつもりなのでしょうか。親としては、この心情に配慮しつつも皇族としての役割と立場から公務への参加を強く求めざるを得ないでしょう。 しかし、その中には悠仁さまの感じる恐怖や不安があることを無視することはできません。そのバランスをどう取るのか、それが皇室に求められる重大な課題となります。また、一部では、悠仁さまが体調不良を装って公務を拒否するのではないか、との憶測も飛び交っています。このような憶測が生まれること自体が、悠仁さまの心情の深刻さを物語っていると言えるでしょう。 悠仁さま自身が皇族としての役割と自身の感情との間で揺れ動いている様子は、一般の国民にも伝わっています。この問題が今後どう解決へと向かうのか、そして悠仁さまの感情はどのように変化していくのか、国民として注目せざるを得ません。以上が一つ目の記事の内容です。何と言いますか、 無理やりにでも久仁様の活躍を国民にアピールしようとする紀子様の虚栄心については呆れてしまいますね。中黒、中黒、中黒そんなことをしても、誰も秋篠宮家を信頼しないと思います。では二つ目の記事に移ります。さて、宮内庁が発表した過去様の一人暮らしとその理由なぜ今のタイミングなのか。そして、経費削減が理由ならばなぜその額が示されないのか。 区内庁の突然の発表を消せない気持ちで聞いた人も多いでしょう。ただ、この問題を読み解くには令和の時代に女性皇族が置かれた環境を理解する必要があるようです。コラムニストの矢部万紀子さんは、次のように考察しています。佳子さまは改修工事を終えた秋篠宮邸には引っ越さず、旧護家具所に引き続きお住まいになっています。区内庁ホームページにも、 秋篠宮邸改修についてという文書がアップされていますからね。まさに不思議なことがいくつもある突然の過去様は一人暮らし宣言でした。不思議なことの一つ目は世間ではとっくに常識になっている一人暮らしをなぜ今になって発表したのかでしょう。家事公子職対応は素的な事柄でセキュリティにも関わる事柄なので説明は控えていたが当初の計画から大きく変更をした内容なので 熟慮を重ねた結果、やはり説明をする必要があると考え、必要な作業などを経て発表に至ったと説明しているのです。だと、すれば、熟慮しすぎと思ってしまいます。秋篠宮邸は、ベルサイユ宮殿だとされている通り、2022年9月30日には、総工費は約30億2000万円とも発表されました。しかし、 学そのものよりも大理石やシャンデリアが使われているという週刊誌などの報道が相次ぎ、紀子様主導でベルサイユ化したというのが常識になりました。工事終了発表から2ヶ月近く経った11月22日、秋篠宮邸が報道陣に公開されると、大食堂に施された大理石の棚板やシャンデリアは72年の建築当時のものを使用している。建具や照明器具、 絨毯などの一部も従来のものを再利用しているという、という報道が宮内庁から発せられましたが、国民からはベルサイユ化が止まらないと批判されています。以上が二つ目の記事の内容です。いくら皇族とはいえ、佳子さまは全てにおいて無知すぎると思います。独立心があるならアパートを借りて一人で暮らせばいいのに、今やっているのは三色ついた最高級ホテルのスイートルームに、 一人で宿泊してるのと同じことですよこれを一人暮らしと勘違いしている時点で、やはり秋篠宮家の考え方はずれていると思ってしまいますね。そんな最近の皇室事情ですが、続いては昨年大問題となった秋篠宮夫妻の伊勢神宮参拝について振り返っていきますさて、移動手段やこの時期に伊勢神宮参拝を行ったことで物議を醸している秋篠宮夫妻ですが、当日は雨が土砂降り状態で、 国民からも帰れコールを浴びせられるという散々な伊勢参りとなってしまいました。そんな中、週刊女性自身はなんと奇跡の伊勢参拝、神様から招かれているようなどと、秋篠宮夫妻を絶賛する特集を組んでいるのです。伊勢神宮の取材を長年続けていて、皇室の参拝にも詳しい工学館大学講師の千草清美さんは、次のように述べています。下宮 内宮と参拝された秋篠宮殿下はいつになく真剣な厳しいご表情をなさっていました。今回で十六回目ということですが、これまでのご参拝とは全く違う秋篠宮殿下の雰囲気だったと思います。おそらく皇子というお立場になられたことを意識されていたのでしょう。また、下宮のご参拝の後に雨が降り出し激しく降っていた雨が殿下の内宮ご参拝の時だけ上がりました。取材陣からも、 皇室マジックだ、すごい、という声が出ていましたが、それは秋篠宮殿下本人も強く感じられたと思います。さあ、お参りに来なさいというように神様から招かれているように感じられたのではないでしょうか。このように週刊女性自身は現地の人々の証言として報じていますが、実際のところ、ツイッターなど SNS を中心に、一日中が降っていて秋篠宮様も終始傘を差している様子が動画でも確認できるのです。 つまり、どうやらこの奇跡のように雨がやんだ、という報道は紀子さまがメディア関係者に圧力をかけて、無理やり報じさせたようなのです。公私職などもみんな、なぜ紀子さまは、これほど無理のある虚偽報道を強要されるのかと首をひねっていたのですが、どうやらこうした虚偽報道の裏にも両陛下に対する対抗心があったようです。というのも、 実は2019年10月22日に13時から行われた即位霊正殿の儀の際、それまで大雨が降っていたにもかかわらず、天皇陛下がお出ましになる直前、晴れ間が急に訪れて光が差したのです。このことはネット上でも話題となり、SNS では、即位霊正殿の儀が始まったら晴れたぞ。 太陽神とも言われるアマテラス大神の力だ感動などと驚きの声が広がり虹がかかった写真も数多く投稿されました。結婚前からこうなることは多分誰もが想像していたわけですし、それが現実になったけのことですよ。だからこそ、周りがすぐに手を差し伸べるのではなく、 若い二人が力を合わせてどう乗り越えるかを見届けるべきだと思うのですが中黒中黒中黒そもそも日本の国民を裏切ってまでアメリカに渡ったわけです小室夫妻がどうなろうと自業自得だと思った方は応援してください皆さんこんにちはチャンネルをご覧いただきありがとうございますこの動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです 今回取り上げるニュースはこちらです。6月30日に、秋篠宮家側近の家事高春スベロギ試食太夫が定例の記者会見で明らかにした佳子さまの一人暮らし。秋篠宮ご夫妻と悠仁さまが改修した秋篠宮邸で生活される一方で、佳子さまは、カリスマであったご家具所での生活を続けられているという。その理由について家事公試職太夫は、工事費節減のため、 工事着手前に秋篠宮ご夫妻と眞子さん、佳子さまでご相談されたと明かしていた。しかし、工事終了から9ヶ月経ってからの発表は、国民から批判の声も上がった。改修工事の終了後、ご家具ところは、事務所と収蔵庫として活用されると説明されていたのですが、宮内庁は昨年11月に資質機能を一部残すと方針転換。しかし、 今年1月に過去様の一人暮らしが報じられ、物議を醸していました。家事公子職多有はこのタイミングで発表した理由について、素敵な事柄でセキュリティに関わるため公表を控えていたが、大きな変更であるため説明が必要と考えた、と釈明するにとどまりました。そんな中、宮内庁の内輪もめ、がさらなる波紋を広げている。西村康彦宮内庁長,長官が7月13日の会見で、 過去様の居住状況の発表について、情報発信がタイムリーではなかった問題になった時になるべく早く発表すべきだった。まとめるのに時間がかかったと聞いている、とコメント。しかし、まとめるのに時間がかかった理由については、承知していません、とのことだった。また、正しく説明されていなかったとの指摘には、結果的に違ったことについては反省すべき、と述べていた。 家事公子職対応の判断を公然と批判した形となった西村長官だが、それに対して家事公子職対応は反論したのだった。家事公子職対応は14日の会見で、長官の指摘に対してミスリードにならないよう、節目では説明してきたと主張していました。タイムリーな情報発信だったかどうかについても、長官のお考えではないか、とコメントしたのです。いずれにせよ、 国内庁内で情報共有や情報発信の連携が取れていなかったことが露呈してしまいました。皇室の情報発信のあり方について、秋篠宮様は昨年11月の記者会見で、正確な情報をタイムリーに出していくことが必要、と述べられていました。今年4月には皇室の活動を広く伝えるための広報室もできたばかりです。しかし、 宮内庁トップと秋篠宮さまの側近が情報発信について揉めているようでは、皇室の信頼にも関わってくるのではないでしょうか。ネット上では、統制が取れていない宮内庁内の意思疎通に落胆する声が上がっている。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。 国民の一般的な身近なお金の話をすると私だったら飲み会の幹事になってみんなからお金を預かる。使わなかったお金や多く預かったお金は無駄にならないよう一人一人に返して残ってみんなで割れないお金についてはみんなで話しし合いすべて無駄のないようにする。 人のお金だし何円かのお金が余っても話し合いして感じだからそのままもらって言われても本当にいいのかなとかものすごく考えるのに政治家や皇室の方が人のお金でもある税金を話し合いもなく無駄に使う考え方神経が私には国民みんなさんにも普通にわからないことだと思う一円でも無駄にしないでいただきたいです宮内庁と皇室職のごたごたは確かにみっともないけど皇室のイメージを悪くしてる最大要因は 失礼ながら三宅の方々ご自身にあると思います。ここまで来たら、ご本人自らがことの次第と今後の対応をご説明いただかないと、事態の収拾は図れないんじゃないでしょうか。仮住まいについて、親との関係が悪いわけではなく、よしこさんは仮住まいを満喫しているとの報道もあるが、そんな理由でまた改築費用が使われるとしたら、もう許せるものではない。マスコミには、 それぞれ各社が憶測記事を流すんじゃなくて、宮内庁がうやむやにしてることを指摘していただくことを望む。少かなからずジャーナリストとしての誇りがあるのなら、権力者の行き過ぎに対する監視機能の役割を果たしてほしい。ご夫妻の承諾がなければ公表できないと先日記事で拝見いたしました。 そのような状況の中で公私職の方が発表されていることを宮内長官もご存知でいらして長官でさえも勝手に発表はできないのでは。あえて今回タイムリーではなかったと煽ったのはご夫妻に煽ったことにもなるのではと思います。宮内庁長官も公私職の方も人々とご夫妻の板挟みですが皇室が人々の信頼をなくさないように進言をしていただきたく思います。皆さん、こんにちは。 チャンネルをご覧いただきありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。愛子さま、最も美しい世界のヤングプリンセス、トップ10入りの快挙。ま子さん加子さまは県外で、紀子さま怒愛子ちゃんがよしこより美しいはずがないの不敬発言。愛子さま、最も美しい若きプリンセストップ10入り。 現在、皇位継承順二位の男性皇族である、秋篠宮家の長男久仁さまが、成人と大学受験を控える中、にわかに皇位継承問題に関しても注目が集まっていますが、多くの国民が期待しているのは、何といっても天皇皇后両陛下の長女愛子さまの立体師に他なりません。皇室天板改正という大きなハードルを超えなければ実現することのない愛子さまの天皇即位ですが、 多くの世論調査の結果がその実現を国民が心から願っているという現実を示しているといえますそうした状況の中さまざまなランキング付けを行う海外の YouTube チャンネルイリストではトップ10モストビューティフルヤングプリンセスズトで今日の最も美しい若きプリンセストップ10というタイトルの動画が大変な反響を呼んでいるようですこちらのランキングではなんと 日本の天皇皇后両陛下の長女愛子様もランキング入りしており、次のように解説されています。日本の愛子様は、特任天皇と政子皇后の一人っ子で、2001年12月1日に生まれました。愛子様は、語学、音楽、スポーツの勉強を楽しむ、知的で才能のある若い女性皇族です。愛子様には兄弟がおりません。愛子様は現在、 おじの講師といとこに次いで大井継承順位3位です。愛子さまは、過去には、東京の名門私立学校である女子中学校高等学校に通っており、日本語と英語が流暢で、スペイン語とフランス語も学ばれている。愛子さまは、日本の皇室内で、最も尊敬されている皇族の一人であり、今後も日本の皇生活において重要な役割を果たし続けることが期待されている。 多くの国民から愛されているのみならず、海外にまでその素晴らしい評判を轟かせている愛子さま。ツイッターなどの SNS では、次のような称賛の言葉が書き込まれています。愛子さまが紹介されてます。世界のトップ10ヤングプリンセスとして、愛されている皇族で、4カ国語を話されると。よしことマコには、逆立ちしたって無理っしょ。 愛子様が一番お綺麗で上品でお優しそう。世界中のプリンセスの中でも断突のオーラです。あのロイヤルクラブのメンバーを見ても都市の宮様は全く違和感ないですもんね。秋家。無理無理。まず国民から敬愛されてない上に八割に嫌われてるんだもの。母国語もおぼつかない人が世界で注目されるわけがない。皿や宮内庁が隠そう 落とそうとしても、近城陛下、雅子皇后との信仰深き欧州王室は、都市宮愛子内親王殿下のことはよく理解しお話しされてますから、比較しても引けは取りらないのでしょう。もしかしたら、欧州プリンセスの集まりに早く来てのサインですかね。待っているのだからね、早くかな。過去様県外に貴子様激怒。愛子様が、最も美しいプリンセストップ10入りされている一方で、 ランキング圏外となっている佳子さまと眞子さん。実は、こうしたランキングに関して、紀子さまは、納得ができないと大変憤き通られているようです。世界各国の皇室や王室に所属するヤングプリンセスたちの中から、最も美しいプリンセスを選ぶランキングが発表され、日本からは天皇皇后両陛下の長女愛子さまが見事トップ10に入るという快挙を達成されました。一方、 秋篠宮家の眞子さんと佳子さまは残念ながらランキング圏外という結果となりました。この結果に対して、紀子さまは大いに激怒されたとのことです。特に、佳子さまがランキング圏外となったことに対して、紀子さまの怒りは爆発したと言います。紀子さまは、愛子ちゃんがよし子より美しいはずがないと繰り返し叫び、ランキングの作成者は美的感覚が狂っているのよ、とまで発言されたとのことです。 キコ様はカコ様を皇室随一の美貌の持ち主であると自負しており、その娘が海外のランキングで評価されなかったことに大いに怒りを感じているようです。しかし、一方で、愛子様の美しさが海外でも高く評価されていることは、日本国民としては大変誇らしいことであります。なお、このランキングは毎年実施されており、世界中の皇室や王室のヤングプリンセスたちの中から、 その年最も美しいと評価されるプリンセスを選び出します。その評価は、プリンセスたちの美しさだけでなく、その振る舞いやキャラクター、社会への貢献度なども考慮に入れられます。それゆえ、愛子さまがトップ10入りを果たしたことは、その美しさだけでなく、内面的な美しさも評価された結果と言えるでしょう。愛子さまの優雅な振る舞いや、国民への敬意、 そしてその学問への情熱などが海外からも評価され、高い評価を受けているのです。紀子さまの激怒も、過去さまに対する母親としての思いから来るものでしょう。次回のランキングでは、過去さまも愛子さま同様に高い評価を受けられることを祈るばかりです。愛子さまからも見放されてしまう過去さま。家庭選挙問題で、週刊誌から批判され、さらには、 美しいプリンセスランキングでも県外と全く良いところのない佳子さまですが、かつては佳子さまを尊敬していた愛子さまも最近の体たらくにはほとほと呆れ返っておられるとか、秋篠宮家に冷ややかな視線が注がれる中、愛子さまが変身される可能性もある。愛子さまは昨年3月の青年会見で上皇様のお言葉を借りながら皇室は国民の幸福を常に願い、 国民と苦楽を共にしながら務めを果たす、ということが基本、と述べられました。今回の佳子さまの騒動は、そうした皇室像とは一線を画しています。愛子さまは、今までのように佳子さまを、お手本、として慕うことができず、奉納されているのではないでしょうか。